アムンディエビアン選手権はフランスエビアンのエビアンリゾートゴルフクラブで毎年7月に行われる欧州女子ゴルフツアーと全米女子プロゴルフ協会が共同開催するゴルフトーナメント2013年から第5のメジャー選手権となった1994年エビアンマスターズとして創設されたゴルフトーナメントで当初は LET のメジャー大会として開催されていた 2000年からは LET とルプガの共催となり、同年以降は賞金がドルだけとなる。同大会は全英女子オープンの直前に開催されるため、イギリスに近い場所での開催ということもあって、全英女子オープンの前哨戦としての意味合いが強い。ただし、エビアン選手権がルプガ LET の共催なのに対し、全英女子オープンは、 イギリス女子ゴルフ連合の主催であるため2004年以降は賞金総額が全英女子オープンのそれを上回るという逆転現象が起こっていたメジャー大会に昇格した2013年からは9月に開催されていたが雨が多い時期を避けるため2019年より7月開催に変更された2021年より5年間ヨーロッパでは最大級とされる 資産運用会社アムンディがトーナメントスポンサーとなることが決定し、大会名もアムンディエビアン選手権となる。例年温暖かつ安定した気候のもとで開催され、コースとなるエビアンリゾートゴルフクラブも難易度のそれほど高くないゴルフ場であることから、毎年のようにビッグスコアと呼ばれる2桁のアンダーパーでの優勝争いとなる。 エビアンリゾートゴルフクラブで行われる4日間の同大会のスコア最高記録は2016年にこの大会を制した谷里氏による21アンダーであり、大体開催も含めると2003年覇者のジュリー・インクスターと並ぶ記録がある。二団体共催ということもあり、エビアン選手権への出場資格は他大会に比べ厳しめであるが、その一方で2006年までは予選落ちが存在せず、 出場者全員が成績に関わらず最終日までラウンドできる大会でもあった。LED ループが共催メジャー大会雨のため54ホールに短縮 LED ループが公認大会 LED 公認大会。ありがとうございます。